趣味山を描いた絵画趣味山は古代インドの世界観の中で中心にそびえる山。インド神話のメール山。古代インドの世界観の中で中心にそびえる聖なる山であり、この世界軸としての聖山はバラモン教、仏教、ジャイナ教、ヒンドゥー教にも共有されている。インドで形成された宗教のうち、とりわけ仏教が中国や日本に、 ヒンドゥー教がインドネシアなどに伝播するに伴い、この世界観も伝播した。ジャワ島にはスメル山という名の山もあり、別名はマハメル山である。仏教の世界観では、趣味山を取り巻いて七つの金の山と鉄地山があり、その間に八つの海がある。これをキューザンアズミという。趣味とは漢字による音訳で、意訳は妙高という。趣味山の概念図、クシャロンによれば、 風鈴の上に水林、その上に金輪がある。また、その最上層をなす、金輪の最下面が大地の底に接する際となっており、これを金輪材という。なお、このことが俗に転じて、物事の最初の最後までを表して、金輪材というようになった。周囲の鉄地山にたたいた海水に、趣味山に向かって、東には半月型の引き下げかす、南に三角形の線ブス。 西に満月系の五カス、北に鉱座系のトモロスがある。南に位置するセンブスは我々が住んでいるインドア大陸を示している。趣味山中腹には非点と月点が回っている。趣味山の高さは八万油順と言われ、中腹に四大洋点が折り四、巣を守る。さらにその上の山頂の通り点には大尺点が住むという。 趣味山の頂上に全県城があり、インドラが住んでいる。趣味山には寒露の雨が降っており、それによって趣味山に住む天たちは空腹を免れる。アスカ資料館に展示される趣味山石組の一部、趣味山の意味。偶国語辞書。2020年8月6日閲覧。サンスクリットゴラテン本寺、国礼バダ。ハットサンスクリットゴラテン本寺、ビデホディービパ。 ハットサンスクリットゴラテンホンジ、ゴダーニーヤディービパ。ハットサンスクリットゴラテンホンジ、クルディービパ。ハットサンスクリットゴラテンホンジ、ジャンブディービパ。ハットサンスクリットゴラテンホンジ、ヨウジャナ。